タレント、サエコ、36、が13日、インスタグラムを更新。死んでしまった愛馬の縦髪を埋葬したことを報告した。サエコは12日、昨日の朝、ジェニオが天国に旅立ちました。みんなに見守られながら、美しい日に旅立っていきました、と自身が経営する牧場の愛馬が死んでしまったことを明かし、私もまだ気持ちの整理はついておりませんが、ジェニオを応援してくださった皆様、たくさんの声援と愛をありがとうございました、と関係者に感謝を伝えていた。翌13日には、今朝、みんなでジェニオの縦髪をファームに埋葬しました、と報告。最後の3日間、私にたくさんの気づきを与えてくれたジェニオ。あなたが残していってくれたものをしっかり形にしていくために私も頑張る。ありがとうジェニオ、またね、と天国のジェニオに思いを記した。